はようございます。おはようございます。調子はどうですか？まあ、いつも通りなんで、いつも通りですね。はい、調子いいです。調子いいですか？はい。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。おはようございます。寺島さん、今日は誰のサポートなんですか？ビキニーの子のサポートです。あっちにいるんですけど。あ、そうか、女子控え室だから今こっち来たんですね。へぇー。岡田くんですよ。あっどうですか、岡田さんの今日の調子は。どうですか岡田くん。いや、多分僕は優勝すると思ってます。もうプロになると思ってやめてください。ちなみに今日調子はどうですか？一応まあ、コンディション合わせてこれた感じなんで、全力出して頑張ります。絶対に優勝するんで、岡田くんが。やばいやばい。おはようございます。今日どうですか？今日ですか？調子はどうですか？調子いいですか？いいですか？はい。審査時はこのぐらいですか？今日岡田さん、はい、この前は、はい、岡田さんとやりましたよね。あ、そうですね。ナンバーイラブ今日どうですか？会いました？あ、いや、全然喋ってはないですよ。頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、彼女なんですか？あ、そうです。はい、ウェルネス、ね。あ、そうです、ウェルネス。はい。今度いつ出るんですか？今度11月のオリンピアに出ます。はい。あれ、ちなみになんかネットで見たんですけど、なんか客室乗務員を、あれ、空港グランドスタッフです。めっちゃそうなんですけど、はい。どこで働いてるんですか？羽田空港の国際線で。プロ、おはようございます。おはようございます。今日はサポートサポートです。はい、はい、あのフィギュアの徳島麻衣さん。フィギュア、はい、まだあのフィギュア今年デビューしたばかりで、まあ、右も左も分からずだったんですけど、今日あの実子先生にサポートしていただいてるんで、まあ、あのコンディションとかあの一応自分の中ではベストを持ってきたつもりなので、あとはあのステージに立つだけです。よろしくお願いします。カード人数が少なくて出ないっていう話ですけど、はい、どうですか？あ、やはりちょっとあのコロナっていうことも、でもそれもあるとは思うんですが、あのやはりその世界に比べても日本ではフィギュアっていうカテゴリーが少しあの認知されてないし、ちょっとこう敷居も高いのかなという気がするんですけれども、実はまあビキニの延長でとてもこう女性らしさとかをアピールできるし、筋トレをすることによってその体を大きくする見ることも魅力の一つに入っているので、もっとなんかこうよりビキニではないなと思っている方とか、まあ、ボディービルディングでもないなと思っている女性の方がいたら、ぜひチャレンジしていただきたいなと思います。おはようございます。おはようございます。ちょっとお話今大丈夫でしょうか？大丈夫です。どうですか今日は？いや、めちゃくちゃ緊張します。前回よりも緊張しますね。やっぱりリリジョナルとプロクオリファイでやっぱりステージの雰囲気も会場の臨場感も違うじゃないですか。で、僕も FWJ の方のプロクオリファイ初めてなんですけど、今皆さんがこうカメラで見ていただいてるこの場所って観客席の壁一枚すぐ後ろなんですよ。だから観客の感じとか音響の人たちの感じとか今僕すごく分かるんですよね。めちゃくちゃこうテンション上がりすぎるのと怖いのと今そんな感じですね。はい、平田さんですよね。はい、ちょっとお話聞いてもいいですか？あ、はい、大丈夫です。あの北田大吾さんのツイッターを見たら、はい、すごい写真が出てきたんですけど。あ、すみません、ありがとうございます。はい、とんでもないです。今回はボディービル、はい、ボディービルのヘビーウェイトで出させていただきます。どうですか？あの
そうですね、ちょっと、水を抜きすぎてしまってちょっとつった部分があったんですけど、今回はちょっとコンディションを戻してきてまして、いいんじゃないのかなというふうに個人的には思ってます。はい、期待してます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。大丈夫ですか？大丈夫ですか？インタビューは。でもありがとうございます。ありがとうございます。今日は誰かの応援に来たんですか？そうですね、トレーナーさんの応援に来ました。誰の？鳥海真央さんです。女性ですか？そうです、そうです。ビキニ？ビキニです。いい T シャツ着てますね。ありがとうございます。ご自身はいつ？私は10月にFWJ のウェルネスの大会に。どこ？名古屋です。名古屋。へえ、そう、なんで名古屋なんですか？名古屋が近いんで。一番近いところなんで。そうなんですね、はい、東京のじゃないんですよ。そう、名古屋から来ました、ここまで。 ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次10月名古屋でウェルネスですかね？そうです。頑張ってください。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。偶然お会いしました。あと自己紹介。こんにちは、おはようございます、こんばんは、鳩熊です。この声はというところですよね、はい、もう皆さんご存知のというところです。今日は改めて、はい、ご来場いただきありがとうございます。どうもないです、ありがとうございます。今日のなんか見どころみたいな、こんなところ楽しみにしてましたってありますか？そうですね、まあやっぱり去年も自分この同じ大会見に来させていただいていて、で今年は山毛さんのお弟子さんの海座豊田さんとか、あとは小一郎さんとか、あとは自分ちょっと仲良くさせていただいている北村さんが出場されるということなので、その辺注目しつつ、やっぱり、まあ、おそらく日本のプロが誕生するんじゃないかなというところだと思うので、その辺をバッチリ見たいなと思ってます。あー、すごいな。女性選手とかどうですか？女性選手は分かんないです。あー、ごめんなさい。ただなんか今日フィギュアがプロカード、ちょっとノットプロカードっていうのだけ見たので、まあ、ちょっと懸命こう準備されてこられた方々もいらっしゃると思うので、まあ、せめて見る側はしっかりともう熱く見ていければなと思ってます、はい、フィジック選手、誰に期待しますか？フィジック選手は、まあ、海澤豊田さんと、まあ、岡田さん、あとは黒崎さんが出場されるというので、まあ、クラス B ですよ ね、 そうですね。ここめちゃくちゃ混戦になるんじゃないかなとは思ってます。今日はジャッジもアメリカから来ているジャッジなので、はい、また少し変わるかな。そうですよね、はい、なんでその辺も含めて、まあ、日本のジャッジとどういうところ違うのかなっていうところも楽しみにみたいなと思います。ありがとうございます、はい、早速始まりますので、はい、ぜひお楽しみいただきたいと思います。すいません、わざわざありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。エイトさんです。自己紹介あ、エイトです、よろしくお願いします。すいません、お越しいただきありがとうございます。あ、いえいえ、はい、今日の注目ポイントはどんなものですか？今日の注目ポイントは、まあ、知り合いで一平さんっていう人が出るんで、その人を見に来ました。ご自身もエイトさんも大会控えてらっしゃいますか？僕は出ますけど、まだ予定はそんなに、8月に一つ出るぐらいです、うん、ありがとうございます。ぜひこの後も、はい、もうすぐ始まりますけれども、楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。エイトさんでした、ありがとうございます。ありがとうございます。OK。でも女性でもここまで筋肉をつけるとは相当大変なので、絞り切れた上でその筋肉があるかどうかというのはとても大事となってくるんですよ ね、 そこはリスペクトするしかないので、こう全体的にサイドを取った時のバランス
ウエストの細さ、それからヒップのボリューム、四頭筋から、カーフに流れるような綺麗なライン、これが非常に必要になりますよね、うん、でバックポーズを取った時はやっぱり逆三角形、このラインで大きなヒップのボリューム、こういうのが一つフィギュアで勝つ要素になりますよね、うん、でこのクラシックフィジークというのはボディービルの中でも、ダブルバイセップスと、それからサイドチェスト、体の横のライン見せ、それからバックダブルバイセップス、それからこの、アブノミナルアンダーサイで、自分の好きなポーズがこうやってフェイバリットポーズ、各々のポーズが取れるというのが特徴の一つですね。山岸プロだったらこの時どのポーズ取る？俺だったらやっぱり片手を腰につけてのバイセップスかな。あクラシック、うん、やっぱり前正面見た時腹筋と胸っていうのはすごい大事だよね。そうね、うん、やっぱり一番最初に目に入るからで、やっぱりどうしてもミッドセクションに目が行きやすくなってしまうというのは、うん、フィジークもボディービルもクラシックフィジークもやっぱりジャッジが一番目が行きやすいところ、うん、だからいろんな選手はやっぱり腹筋をもっともっとトレーニングして腹筋の強化を図ることが勝つポイントになるかもわかんないですよね、うん、だからなかなかあの腹筋ってトレーニングのね一番最後にちょろちょろとやる選手が多いので、うん、他の全体的なレベルが上がっても他があの腹筋がまた同じようなレベルでしか上がっていかないから、うん、もうドカンと伸びることがない。だからこの辺が少し、日本の選手の課題かもしれないですね、うん、彼も2つのカテゴリーに、いつもエントリーしている選手ですね。上半身はいいね、うん、上半身はいいね、ね、上半身はいいけど下半身がねやっぱり細さがかなり目立ってくるので、うん、これが改善されていくといいかもわからないですね。内転筋の隙間さえ埋めればね全然違う印象を与えられると思います。 Thank you。 Face the front。 上半身と下半身の格差が欲しいと、うんうん、だからあんまり上半身はなくてもいいと、うんうんうん、下半身に充実したボリュームで上半身のアンバランスが一つポイントなんです。なるほど、素晴らしい。やっぱりその女性選手いつも言うんですけど、あボディービル競技ですがそのボディービルになっちゃいけないとかガチガチになっちゃいけない、うん、って私は個人的に思ってるので、女性らしさそしてその女性としてのアピールを残しつつそのご自身の筋肉をうまく見せるっていうのはとても重要な課題であると思います。動きが硬いとかそのダンスみたいな動きになってないとちょっと、まあ、体だけになってしまう。そうね、性格が出ないのでその辺はうまく日本人の方の選手でもできるようになっていただきたいんですよね。やっぱりこう見るとねお尻を少しでも出せて中殿筋を出すというパンツの履きこなしっていうのは非常に大切になるし、逆三角形にパンツこの小さな三角のパンツだけでも全然見栄え違いますもんね。だからこれをボディービルやる人も理解しなきゃいけないしフィジークの人も同じ、やっぱり小さな布で隠すんだけれども非常にそれは非常に大切になりますね。ここでお尻をしっかり見せてくる選手がかなりよく見えてくるでしょう。太田選手足がいいよね。臀部がでかいね。一人だけなんかハムストリングスのところまでストレーション入ってるのは山岸プロが2016年で優勝したアーノルドクラシックのようだもんね。やっぱこのケツ出さなきゃダメだって盛んに言ってたもんね。これはケツが出なくてね苦労しました。これでケツのキレを見せる、ハムのキレを見せる、背中の広がりを見せる。ここではウエストの細さを見せて大胸筋の大きさを見せる。ここでは四頭筋、ここがポイントですね。それからバキュームする選手、それから腹筋を見せる選手。やっぱねボディービルとかクラシックフィジークそうなんですけど、このクォーターターン、もう何もポーズをしなくて4分の1、4分の1で見ていくっていうのを IBB は非常に重視をします。ですからこのクォーターターン、これをまあ何よりもまずは練習すること、ここで第一印象を印象付けて、それからここのポージングをしていく。やっぱりビキニクラスってそのさっきも言ってたように女性なので、女性らしさを一番前にする必要があると思います。筋肉はもちろんそうなんですけど、筋肉があってだけの
のカテゴリーじゃないので、そのポージングですとか自己アピールですとか、あのご自身のボディラインをうまく見せられるかどうか、そしてその自分の性格とか自分の美しさをしっかり伝えられるかどうかっていうのはビキニのカテゴリーの大きな課題というか、あの問題となるんですよね。さあここでヒップの大きさ、ボリューム、それからハムストリングスに対するストリライン、こういったものを見ていきますね。それから外側の綺麗な女性らしいライン、これを見ていきます。それから意外とウエストの細さ、こういったものをきちんと見ていくので、三角筋、それから三頭筋のアウトライン、これもすごい重要になりますね。で女性って結構下っ腹が出やすくなるからね。間違いないですね。だから下っ腹が出ないように、努力して少し腹式呼吸、胸式呼吸かな、これをやらないと女性のラインはこのゼッケンの下、我慢してお腹を引き上げてこないと非常に、ネガティブなお腹のアウトラインになってしまうんですね。まあ、無理やり我慢するというよりはそのバキューム練習とか、あと呼吸のやり方、うん、お腹で呼吸するんではなくて、うん、あの胸、はい、でしっかり呼吸する、ね、あともう一つ大事なのはそのやっぱり消化不良を起こさない、なるほどね、っていうのは非常に重要になってくるんです ね、はい、もう中殿筋、これが非常にあまり強くはないね。だからやっぱり全体的なヒップを突き出す形のポージングしか取れないので、まあ、ポーズを取った時に、腰椎が後ろに下がるような感じがなく、ハムストリングスが出にくい感じになってるね。だからただお辞儀をしている感じのポージングになるとこのハムストリングスのラインがうまく出てこないですね。ポージングのこう指導のポイントって何ですか？そうですね、そのまずポージングはまだ上手くない人はなるべくエレガントでシンプルにした方がいいとは思ってるので、その基礎を習ってからやっぱり自分らしさとかそのスパイスを少し足した方がその選手らしいプレゼンテーションにはなるんじゃないかなと思います。パワーハウスのラスベガスでポージング指導なんかやってるの？ビギーなんか、うん、やってる。ポージングルームあるからね、うん。やはりそのビキニポージングは特にそうなんですけど、トレンドに乗って自分の体に合ってないポージングをすごく最近みんな取っている傾向はあるので、その辺はしっかりご自身のもちろん真似して、こう参考にしてもいいんですけど、うん、もうブラインドでこう見ないで真似するだけってなると自分らしさには出てこないので、その辺はしっかりこう、ね、見て分析してほしいんですよね。さあここ注目ですよ。こっからプロになる可能性も高い。おこのカテゴリーは非常にレベル高い。少ないですけど、どのリージョナル出てもオーバーオール勝てる実力を持ってますね。さあここでバックですよ。バックショットでしっかり決まって広さが出る自分のねスペース取り、これがねボディビルそのこのボディ競技で一番大切ね。スペース取りの自分のスペースを作って、で自由にポージング、そう自分のペースでやれないとダメ、ね、後ろ出てるっていうことは大きく見えるんですよ遠近法で。だからねラインが書いてある、そのライン取りがちゃんとできてるやつがいいんですよ。やっぱりね努力を改善して結果に表せるのはポージングしかないから、だからポージングは徹底的に練習しなきゃだ。さあここで本当のトップ争いですね。まあ、大体ねこの感じはね同じような感じなんですよね。全員がね似てるね、似てますね、体つきはね。だから下背部がしっかり出てる人がポイント。夏木君のコンディション、まあまあ少々サイズがなくても比べてるんですよ。確かにそうか、だからここで外部射撃をしっかり出して夏木君との差はバルクで攻める、で夏木君は逆にコンディションで絞ってみせる。さあここは178センチ以下ということですね。 177.9 以下、身長別でやや平均より高い身長になりますね。こうなるとちょっと身長が高くなるとサイズ残すかゆえにちょっとオーバーサイズというかね、甘いの甘い、うん、
あとちょっと薄く見えるか。薄く見えるんですよね。やっぱり身長低い人の方が分厚く見える。だからやっぱりその身長が高かったら厚みが求められるし、うん、難しいところ。時間かかるね。そう、時間かかる。さあ、いよいよカテゴリー別は全て最終まで来ました。ファイナルクラスですね。ファイナルクラスですね。178センチ以上、こう高い、非常に高い身長の選手が集まったクラスですね。この選手たちの課題っていうのは厚みをつけること。まあ常識的に考えたら身長が高ければ高いほど筋肉がつきは有利だよね。そうね、もちろんもちろん。スケールがでかいから。ただ手足が長いから、ストロークが長いから稼働が大変になるから、なかなか重い重量も上がらないし、時間かかる。時間かかるね。おめでとうございます。悔しい優勝ですね。優勝したけどね。まあとりあえず次頑張ります。また次は11月、うん、11月か、まあ、その前に海外で何かあれば。あ、せっかく作った体なんで、ね、期待してますよ。ありがとうございます。頑張ってください。また応援してください皆さん。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございました。クラス3チャンピオンエントリーナンバー21あれ、クラシックフィジーク狙ってたんですか？狙ってました。狙ってました、もちろん。すごいっすね。いや、本当嬉しいっすね。もう、あ、このチャンスめったにないんで、絶対使います。見てください。はい。ゴールですね。どうしますか？いや、もうなんか…使うと思ってなかった。ありがとうございます。ありがとうございます。まずサーブ様に近づけてメダル、はい、頑張ります。ゲストさんにお願いします。もう一回です。はい、はい、そのままです。ありがとう。 Thank you. Thank you. オーバーオール、お疲れ様でした。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。私は今年の言葉を取りました。この後、オーバーオールしました。楽しみです。続いては、全世界に行く宝。ありがとうございます。ありがとうございます。いきます。絶対取ります。おめでとうございます。やった。やりました。おめでとう。やりました。おめでとう。ボールじゃないよ。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。メッキクラッコイイわ。やばいっす。これ、岡田さんを破ってこれはもう、取るしかないですね。取りたいっす。以上、トップ5となります。大きな拍手を送りください。それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。4カテゴリーです、ね、最終決戦4カテゴリーですね。エボルギアプレゼンツ秀忠山岸、まずはクラシック、クラシックフィジーク、クラシックフィジークオーバーオール審査です。村上選手、豊田選手、西井選手、この3人もうこれはね、この場で呼ばれますからね。この場で一人一人オーバーオール審査して、この場ですぐにプロを呼ぶ、プロになる、この瞬間です。さあ、やっぱりこのリラックスポーズからのクォーターターン、これが重要。これで我慢できるか。もうこの時に体はカラッカラに乾いている状態で
ドライ、まさにドライという状況を作ってこなきゃダメ。まあ、一番力が入るところだけど、ここで力を抜く、力を入れる、こういった緩急が非常に大切になる。さあここでは大腿四頭筋のサイド太さ見てますよ、胸の厚みも見てます。さあバックポーズした時にパンツは大きいけれども、やっぱりお尻ハムにかけてのライン、これはしっかり見てます。これぐらいに力が抜けて前鋸筋が出てるといいですね。胸の下、これが出てるといいですね。さあここで足の力を抜かない、そう、いい感じで16番ポーズ取れてるね。クラシックフィジークオーバーオールチャンピオン、エントリーナンバー父やすし村上。あ、村上選手が見事プロカードを獲得。村上選手ボディービルディングオーバーオールです。さあ太田選手か、それとも松坂選手か、もう全然タイプが違いますからね。そうですね、もうそこはね、好みの問題となってくるよね。Quarter turn to the right. そうね。Face the back. Back double bicep.Abdominal and thigh. さあきちんと方向筋も出てるしね、両方ともいいコンディション。 And your most muscular. さあラストのモストマスキュラー、さあ大きな拍手を送りください、モストマスキュラープレゼンツ、秀忠山岸アイリスカエルジャパンクラシックボディービルディングオーバーオールチャンピオン。さあオーバーオールの発表です。エントリーナンバーサリワン勝利松坂。ボディービルのパイオニア山岸プロ、まあぜひボディービルダーとしたら山岸の地位を狙ってほしいよね。そうですね。ビキニオーバーオールです。はい、じゃあいよいよビキニのオーバーオールチャンピオン、エリのライバルが生まれる瞬間ですね。さあ大塚舞子選手か高橋優選手か、レベッカ選手か。ここを見るとレベッカ選手の足は充実してるよね。レベッカ選手は非常にね、まあやっぱりアメリカの方で、でそのね、アメリカンスタンダードに合わせたようなあの体作りをしてきた感じが強いですね。やっぱりねバックで大きな差がつく、それからサイドポーズ取った時の中殿筋決まりますね。これが大きなポイントになりますね。だから女性の方はやっぱりヒップっていうよりも目的を持って中殿筋大殿筋、ここをきちんと鍛えていく、これが非常に大切ですね。大きくお尻っていうイメージで捉えていくよりも、やっぱりお尻も上下ブロック分かれてますから、中殿筋それから大殿筋で、お尻を締めた時にエクボができる、これができないようにしてお尻を膨らませる。そうですね、こういう感じが必要なので、中殿筋や大殿筋をくまなく鍛えて外側四頭筋、これにある程度の
ラインが入る、こういったのが非常に見栄えが良くなりますね。お尻作りも深いでございますね。だん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 ちょっと良くなってきたね。なんかラインが出てきた大塚選手は素晴らしい。みんな花があって非常にね、うん、目指せるような体で、リベカ選手が真ん中に戻りましたと。ビキニオーバーオールチャンピオンエントリーナンバー64リベカランノー。ヒデタラヤマギシアイリースカイルジャパンクラシックで掴んだビキニプロカードはレベッカ・ランノ選手。素晴らしい。ぜひ東京プロに出ていただいて一緒に戦いたいんですよね。レベッカ・ランノ選手には副賞として、さあ最大のメインイベント、エボルギアプレゼンツヒデタラヤマギシアイリスカイルジャパンクラシック、フィジークのオーバーオールですよ。最後です、メンズフィジークオーバーオール審査です。さあ神山選手か宝村夏樹選手か田中直樹選手か狭間陸選手か、さあこの4人どれもコースつけがたいコンディション。さあ真ん中に呼ばれるのは果たして誰でしょうか。さあバックポーズから、さあ悔いのない戦いしてほしいですね。さあ北海道のプロが誕生するか、福島のプロが誕生するか、それとも沖縄のプロが誕生するか、厚みを取るかカッティングを取るか、こうするとベースフロント神山君がかなりね、少しちょっと前に出ていて、おー、これでかなり神山君のポジションが上がってきた感じするね。行っちゃうか神山君。いやもうそこ最後勝負、力入れろ。いやいいね、バック下から上がってるからちょうどいいよ。ちょっと縮んでくるからね、ここら辺がもう最後勝負。そう腹筋力入れて全員が力、77 and 71 switch places. Oh. さあこの2人に絞られた感じですね。さあ誰が掴む、間違いなく言えるのはこの4人は今日過去最高のコンディションでこのステージに立っている。大きな拍手をお送りください。 All right, gentlemen, go ahead. Reach out to the...さあもうここでジャッジは決まってます。さあ神山君か木村君か宝村君か狭間君か、エボルギアプレゼンツヒデタラヤマギシアイリスカイルジャパンクラシックメンズフィジーク、さあ誰だ、オーバーオールチャンピオンエントリーナンバー77夏希タカラムラ。さあこれはちょっと私の情報が間違っていたら申し訳ない。もしかしたらね、
IFBB 最年少プロ、日本の IFBB 最年少プロカードを獲得かもしれません。次頑張ります。すいません。次頑張ります。I feel really, really, really good. I have been working so hard for this for so long. It's been a long road, and I just feel happy that all of my efforts and all of my dedication and hard work has finally come to fruition, and finally got my IFBB Pro card. What's your goal of IFBB Pro card now? So I do want to step on the professional stage sometime this year, either Tokyo Pro or Japan Pro. I need to get a game plan together with my coach, and then we'll go from there. いやー、信じられないですね、率直に。学校の先生、そうですね、本当に他の先生方にご迷惑かけながら、ジムに足を運んでたんで、まあ、ちょっといい方法ができるかなと。FBB プロとして目標、ひと言とりあえず、校長先生と相談して、海外の試合に出てみたい、そこで活躍したいという気持ちがあります。はい、とりあえずは予想だった感じですね。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ようやく白猫さんの後を終えました。なんか一緒ですね。ナバプロ行って。じゃあ多分次。いやー、一緒にじゃあ、スワン2ですね。あ、スワン2に。行きましょう。今度は負けました。正直ようやく取れた。すごく嬉しいです。私は年齢的にはかなり、いってるので、若い選手ほど活躍できないかもしれないんですけど、ベキスター・ジャクソンとかまだ50を過ぎても頑張ってる選手がいらっしゃいますので、そこを目標に頑張っていきたいと思います。ちょっと今でもちょっと若干実感はないんですけど、やっぱこうここまでやってきたことってい
ていうのが結果として出てきて、こうすごい嬉しいなっていう気持ちと、やっぱなんでしょう、無名でも若くてもやっぱこう戦えるっていうことをこう証明できたかなと思うので、そこはすごい嬉しいなと思います。IPB プロとしての目標になったところ、まあ、ここがゴールじゃなくて、ここが多分あのスタートだと僕は思ってるんで、まあ、まずはオリンピアっていうところを目標にこう頑張っていきたいなと思ってます。本当にこれから頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今年のジャパンプロに関して皆さんに伝えておくことがある。ジャパンプロに出場する選手はもちろん、オリンピアアマチュアジャパンの出場者もこのステージに立てる。IFBB プロフェッショナルリーグ東京プロスーパーショー。オリンピア取ってお姉ちゃんと一緒に行くことしか考えてないので、そんな簡単なものじゃなくて、悔しくも大会に出れなかった。8月28日、やってやろうよ。